困っている人がいたら手を差し伸べられる人になりなさいと母は言った。自分自身で何が正しいかを判断できるようになりなさい。あの時のあの行動は正しかったのか。何度も何度も記憶をたどる。僕はユーステラ騎士団所属ビクトル・フォン・デューラーだ。君の監視を担当する。ちょっとお兄ちゃん、初めましての子に硬すぎじゃない？同じく騎士団所属アイラ・フォン・デューラー。マナは生命が刻んできた記憶が大地へと帰ることで生成される力だ。あまりに濃度が高すぎると人体に対し悪影響を及ぼす。マナを操れば滞った流れを断たせるはず。アラディス滅亡の真相解明に未踏の大陸の開拓。調査団はお前の進んだ道をたどるようにして任務を進めることになる。この力で役に立てるなら私は私にしかできないことをしたい。戦を知らぬ現代の軍人か。平穏を享受していればいいもの。我が領地を襲いマナ災害を引き起こしたのは貴様だな。はーい、無事かしら錬金術師さんたち。それにしてもなんだかややこしい状況になってるみたいね。いや、何か恩返ししたくて。お前を恨めば何かが解決するのか。甘い考えはとっとと捨てた方が身のためだぜ。あなたが一体どこまでできるのか、私はそこにも興味が。錬金術には触れない、理解しない、大災害を繰り返さない。錬金術は一体何をしたの？ねえユミア、あなたはどうして？私は知りたいんです、本当のこと。母は禁忌を破った悪人だったのか。フミヤのことどうか守ってあげてね。プレイステーション。